はい、皆さんこんにちは。星空の招待席の時間がやってまいりました。今月ね、もうだんだんとね過ぎちゃいましてね、早いですね。1年経つの早いのも半分以上過ぎちゃったんですよ。でもうね、もう直前というか、もうしばらくすると、日本に飛びます。でハリウッドも暑いです。日本も相当蒸し暑いって話ですけどね、今日ちょっと扇風機の音が入っちゃったらごめんなさい。本日はですね、せっかく夏ね日本に行くんですから、ちょうどこの時期ペルセウス流星群、この時期に行きます。ですから今日はちょっとペルセウス流星群の話なんかも含めて、まあ日本で星を見れるね環境をなんとか作ろうと思っている皆さんに、強くアピールしたいと思います。まあ見ようと思えばいつでも見れるんですよね。考えればね、ちょっと頑張って車1台でもあれば、ちょっと遠出すれば見れる環境もあるし、まあちっちゃな望遠鏡、まあ双眼鏡があればいいでしょう。持ってらっしゃる方がいれば、それで十分楽しめるものもいっぱいあります。望遠鏡持ってらっしゃる方はね、ぜひねいろんな協力していただけるとありがたいですね。私のちょっと望遠鏡でかすぎてとても持っていけないんで、ほんとでかすぎるんですよ。まあそんなわけでね、行ってみましょう。よろしくどうぞ。あ、ちょっとねちゃんと言わなかったね。まあ要するに星空の招待席です。はい、さあじゃあね、ちょっとねどんな感じかっていうとね、今年のペルセウス流星群、ペルセウス流星群っていうのは簡単に予備知識しますと、まあおそらく1年で一番流れ星が見える時期という感じでしょうかね。で、まあそれもですね、この時期っていうのはこのペルセウス流星群じゃなくて、いろんな流星群がこの時期に固まってるんですよ。だから下手すると1時間に 5,60 個見れちゃうっていうのがまあ当たり前ってこと。大出現とかそういうのありますけど、でお月様の影響を非常に流れ星を受けます。で流れ星の種類もその流星群とかね、流星のあれにまあなんだろうな、いろんなのがあるんですよ。要するに薄いものもあれば、すごく明るいもの、大爆発的なものもあればとかね、まあそんなことも含めて、ある程度見やすく、それで数が出るというのはこの、まあ、ペルセウス流星群で、他の流星群なんかも一緒にこの時期来てますから、それも含めてねちょっと話しますね。はい、で今回は上弦の月があるんです、一番いい時に。一番見れるのは、まあ、12日の深夜から13日の未明にかけて、大体これなんですよね。12から13とか13から14とか。で、月が上弦ですから、深夜、月が沈んだ頃、これが一番ベストという感じがしますね。で、まあ、半月がもう南西の空にあるんで、それが消えた頃、ちょうど深夜ぐらいかな、流れ星が見えやすくなってくるという形ですね。で、この流星雨っていうのはそんなに明るい流れ星ではないんです。といっても、まあ、2等星ぐらいとかね、3等星ぐらいいっぱい出るんで、で放射線というね、流星が流れるその点というのも高い位置に来ますから、12日の深夜から13日だけはなんとかね頑張って晴れてくれたら見たいと思いませんかね。これはなかなかね見事ですから、どっかにね寝そべってベランダ、なんだろうな、電気を消さなきゃなりませんけど、普通に双眼鏡もいりません。普通に見ましょう。でいろんな夏の空を、まあ、見るわけですよね。まあ、夏の空を普通に見てるとごく普通にいっぱい流れてきます。だから双眼鏡で例えばサソリだとかハイトコロとかね、イテザなんかを見ながらでも、まあ、見るとなかなか見やすいということですよね。で流星群 の、まあね、流れ星の放射点を中心とした四五八本飛んでいくんで、そうだな、どこを見るかというと全体を広く見ないと見れませんね。開けてない視界の場所なんかでとか、街明かりがあるところはちょっとやっぱりやばいんでね、なんかまあそういうところをうまく探してみる必要がありますね。ただ空が見えればいいってもんじゃないところは、これちょっと重要な問題です。まあ頑張ってやってもらいましょう。まあ今ね、とにかく惑星、月とか土星とかね、そういうね、まあ月はまあ衛星ですけど、見やすいシーズンなんですよ。だから、この時期にね、うまくね、みんな星を見るチャンスで、星の良さっていうかな、楽しさってことを分かってくれるといいと思います。まあぜひぜひというかね、お願いしたいと思います。でまあもう一つちょっと情報いきますね。これはですね、惑星探査機のジュノーっていうのが木星周回軌道から初の画像を送ってくれたってことなんですよ。でこれ前もちょっと話したと思うんですけど、このジュノーっていうのは、まあその木星をね本格的に探査するために木星にものすごく近いところをまで行くんですね。で今現在これ7月の10日の時では木星から430万キロ、まあ大体月と地球の12倍ぐらい、10倍ぐらいかなのところまでなんですよ。まあそれでも随分近づいていろんなものが見えてるんですけど、まあこれよりすごいのってのは果たしてね、これだけ強い重力の星にどういう影響があるか分かんないんですけど、最接近は4100キロまで、まあ、木星に近づくということで、もうその木星の表面ですよね。そういうところまで入っていくわけですね。だから木星の磁場とかオーロラなど、もういろんなものが分かると思います。で例えば地球上の4100キロってあって、ね、どのぐらい
っていうとね、地球の本当表面みたいなもんでしょ、少し離れたぐらいでしょ。だからそれを考えた時にこの近づき方はすごいですね。だからこれね、何十回か回るんで、37回ぐらい回ると思うんですけど、その時にもう大接近したいろんな模様、この前後の模様がね、いろんなね、もうそういうものを、見れると思いますね。で、木星探査のジュノーが打ち上げられたのってのは、これは2011年の、8月の8日なんですよね。で、これはこれがかかるんですよね、距離がね。遠いと思いません？木星とやっぱりね、地球の間っていうのは全然簡単ではないですから、この距離っていうのはね、それを考えると、ようやく到着した。でも2011年っていうのは結構観測機器がしっかりしてますから、この当時のものだったらいろんなものが、見えるんじゃないかなという感じがしますね。もう本当にそういう意味ではカメラ技術、写真技術がすごいものですから、楽しみだと思いますね。はい。でね、この時期にいろんなもうね、本当、なんていうんですかね、このニュースがいっぱいありました。とにかく木星っていうのは非常にね、興味深い星なんですよ。で、木星自体っていうものはこれ太陽になり損ねた星って言われてましてね、本当にものすごく大質量で、これより重さとかね、大きさが少し大きくなると自分から発光して恒星になってるだろうと、だからなり損ねたわけですよね。まあそういうような形のものなんです。で、現在もそうだな、大気温というかな、この温度は高いんですけど、この周辺に回ってるその衛星っていうのがまた非常に面白くて、太陽の周りを回ってる惑星のように、この木星の周りを回ってる衛星っていうのは木星の影響を非常によく受けてるんですよね。で、例えばすごく分かりやすいのは、木星の重力ってすごいじゃないですか。例えば月って30何万キロも離れてて、40万キロ近く離れてるんですよね。それでその間と地球との間で潮の満ち引きがあるぐらいに月って影響あるでしょ、ね、大潮とかね、小潮とかね、そういうふうなあれありますよね。と同じで、これ太陽と木星の間に例えば衛星が入ったり、逆に反対側に行ったりした時どうなるかということを考えてください。これ簡単に言うと、ものすごく衛星の内部は引っ張られるんですよ。だから温度も上がったり、中の例えば水がね、水分があると星がいっぱいあるんで、噴出してきたりとか、それを見ることによって、あ、ここの星たちは動いてると、このね、作用でね、重力作用で、でその中に生命の発見の手がかりまであると言われるぐらい、そんな状況ですね。そんな状況ってよくありませんけど。だからそれぐらいね、木星ってのは面白いんですよ。その木星の周辺環境もね。で、大きいのだけで4つあって、それ以外にたくさんの、衛星があります。だからこれを考えたときに、大きい4つは月よりでかいですから、どんななってるのかなって非常に面白いと思いますね。まあ、この夏、木星はね、もう遠ざかっちゃいましたけど、その近くにまた土星ってものがありますから、土星とか火星はね、観測がまだ続けてますのでね、ぜひ見てほしいと思います。惑星は非常にいいと思いますよ。で、8月になると伝統七夕がありますね。これ伝統七夕ってのは、そうですね、もう8月の話になるとちょっと早いですけど、まだ7月ですけどね、とにかくこの時期七夕以降の方が織姫とか彦星とか見やすいんですよ、ね、だからぜひ見てほしいと思います。これは単位歴って旧暦の七夕が8月ですからね。私はその当時仙台にいまして、仙台で、せっかくその七夕祭りとかありますから、ちょっとだけ見ようかななんて思ってますね。これ織姫、ベガ、ね、彦星、アルタイル、そして、簡単に白鳥座のデネブ、これもね、双眼鏡で見ても非常に楽しくて、見どころ満載、こんなところだと思います。私の予定はですね、今月26日にこちらを出まして、27日に日本に着きます。それから約2週間ボビーと一緒に旅をしまして、残りの1週間は、日本にいる予定です。で、3週間の間に星はたくさん見れると思うんですよね。ボビーとの間の時に名古屋と、仙台行きますけど、仙台の七夕のちょっと前なんで、印象的なね、仙台が過ごせればいいかななんて思ってますね。はい。そんなわけで、この夏、皆さんと一緒に星を 見れる機会が、できると思いますので、ちっちゃなね、望遠鏡、まして反射みたいなものがあったら車でどっか持ってきませんか。私は双眼鏡しか持ってきませんけど、解説できますからね。はい。そんな形でたくさんの人と星を見たいと思ってるんですが、今年実現するかな。去年はね、行ったんですけどね、やっぱり天候に恵まれませんでした。天候の良さそうなところ、本当はできればね、海なんかがたまにはいいかなと思います。山を狙って曇るとね、もう最悪でやることないので、酒飲むしかないので、海ならまだいろいろあると思いますんでね、また開けたところもあると思いますので、行ってみたいと思います。さあ、それではお送りしました星空の招待席、今日はここら辺までということで、また来週、
来週も一本撮れるかな、アメリカで。それではさよならです。どうもありがとうございました。どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。